どうも皆さんこんにちは、アイスタンチャンネルのたくみです。今回はディークウェイさんより商品を提供していただいたのでそちらをご紹介いたします。今回紹介するのはこちらですね。USB 充電可能なバッテリー式の卓上扇風機でございます。では早速内容物を確認していきましょう。はい、内容物はこんな感じです。本体と英語と中国語で書かれた取扱説明書、本体充電用のマイクロ USB ケーブルと、お水を差すための、容器が入っています。これは何に使うかは後々紹介いたします。はい、では早速本体を詳しく見ていきましょう。まずこんな感じですね。はい、全体的に白色な感じの本体ですね。はい、こちら見ていただければわかるでしょうか。羽は螺旋設計の羽ということで、静かで、そして風量は、結構強めという感じで、結構パワフルな感じの、扇風機でございます。結構ちっちゃいです。自分の手このぐらい、手で普通に持てちゃうぐらいの小ささなんですけど、かなり風は強いとのことです。でですね、早速つけてみますか。一回押します。はい、こんな感じ。音はこんな感じ。はい、風はまあまあな強さといった感じですかね。そんな強いわけでもないです。はい、普通に涼しいぐらいですね。でもう一回押すとターボモードって感じで、これはやばいですね。これはやばい、やばいものですね。すぐ電池減っちゃうような感じです。でもかなり風量は強いですね。で、もう一回押していただくと、はい、こんな感じで。はい、こんな感じで。オフとなります。で、先ほどですね、こちら、水を差すための言ったんですけど、こちらですね、ミスト噴射ができちゃうっていう優れものでございます。この本体の上の方にね、こういうキャップがありまして、ここね、ここから、こんな感じでお水を入れていただくといった感じですね。そうしていただくと、ここからミストが出てきます。じゃあ、早速ちょっとやってみますか。長押しです。はい、こんな感じでミストが出てきますね。で、扇風機これで一緒につけると、こんな感じで、ね、普通のね、風、プラス水蒸気、ミストがひょっと出てくるので、さらに涼しい効果を得られることができます。これはかなり違いますよ。おお。まあね、水が噴射されるということで、結構熱をね、蒸発させてくれるというか、まあありますよね、そういうのね。てか本当に暑い時はミストもつけていただくと、さらに冷たく涼しくなるんじゃないかなと。これだけ最強ですね、最強ね。最強ですけど、ちょっと電池の持ち的には心配です。まあ、用途としては、もちろん涼むのもいいかなと思うんですけど、冷却ね、この時期結構暑くなってきて、これからね、パソコンとかも結構厳しいご家庭もあると思います。そういう時とかもね、こういうのをつけてやれば多少はね、冷却効果得られるなと思います。もちろんミストとか使っちゃダメですけどね、機械にはね。こう普通に風を当てる分にはいいかなと思います。まあ自分の部屋もね、あまり空気の循環が悪くてですね、こういうものも実際今使ってるんですよ。デスクファンで、プレイステーションのあたりとかもちゃんと空気循環させてるんですけど、テレビがすごい熱くなるんですよね、自分家ね。だからテレビのとことかに置いて、少しはね、機械に優しくしようかな、これでね。いやー、ちょうどいい時にこういう商品をいただいて、とても嬉しく思います。はい。はい、というわけでね、この動画の評価とコメントよろしくお願いします。そして、アイスタンチャンネルのチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで、今回以上となります。次の動画でお会いしましょう。さよなら。